昨日買ったのがこれですね。これが。これはリブロースです辞めようとして、でそれがなかったらもう辞めちゃうかな。あ、辞めるからよ、復活してきた。本当ですか。あ、辞めるとかあったですか。いや、今年もこの前、私が前回来た時からもう12月には辞める前ぐらいには本当に辞めるって言ってね。あ、もうしんどかったからね。辞めようとして、で先輩方か諸先輩方がもっぺん やれ言って、もういらんもの全部捨てようと。ああ、もう綺麗にして、綺麗にしてもっぺん頭からやれということになって、ゴミも全部一掃して新規一転していう感じですもん。それがなかったらもうやめちゃうかな。じゃあその、あの言ってくれた先輩方の周りの方が、周りの方が良すぎて、ね、手伝いしてくれて、はい、はもうスペースゴミダメだったのを全部排除して、はい、あでバーベキューできる設定にして。ああ、そうなんですね。でみんな仲間うちが集まって、わーわーしてる。なるほどなるほど。そもそも構想がだいぶ何年も前からその構想がありましたもんね。どう行けばいいんですか。あそこの横の階段で上がって。あ、そっちから行く感じ。あー、なるほど。確かに広いですね。ここだったらもうすぐ上がりやすいですね。そうそう、でトイレもあるし、もう今リニューアルオープン本当にすぐだったので。500円ぐらいでできる何かを作る、そういうやり方ある。500円の弁当はできる。500円の弁当なんかあるんですか。いや、分からんけど。500円の弁当はね、たまに来るよ、おばあちゃんの、あんまりカラオケ大会とかさ。あー、もうお客さんに合わせて作る優しい感じなんですよね。そうそうそう、僕は優しいね。いつもパンとかがいいとか言ったら、それで作ってくれる。500円で作ってくれるんですか。500円もいけるわ。あ、合わせ、合わせ。ほんまに3枚になるよっていう。あー、なるほど、なるほど、なるほど。値段が1回目と2回目と違ったんですよ。あ、2回目の時にね。で、それは自分が納得した肉が入らんかったから、安くするからって。あ、なるほど、なるほど。どんなにこだわったのっていう。取るのにしよう、これ。でもこれだけついて500円。すごいですよね。美味しい。なかなか。うん。で、800円以上は。800円以上はすごい。ですよね。うん、肉屋あるあるね、安くいける、うん、あ、今ハムはまだしてないんですか。ハムカツ、いつでもできるんだけど気分が乗ってない、ね、気分が一番大事。気分が一番大事。横取ってみんなに今日はハムカツ出たらいいんだ。
さ外にも台を置いて、はい、それとか焼きとかやってた。あ、そうなんですか。外にあるなんか焼きのやつがそれみたいな。あれがそうなんだけど、あ、結構やっとんねんかね、長いの。なかなか難しいし、ね、焼き鳥結構買いに来たらもうできるとかな。そうだな。うちはね、お客さんに恵まれとるって頑張れって言われるんだけどね。店主が青っぽいやったら俺あってよかったです。まだね。2階があって屋上なんですか？2階の屋上のベランダで、あの貸し出しコンロでやってる。やっぱ上って眺めがいいんですか？眺めは山は見える。夜景が綺麗で入れといてでもなんか上でやってるの気持ちよさそうでしたけどね。気持ちいいよ、ワイワイ。12、13人はいけるかな。もう部屋も自由に入れるし、ウォーターサーバーとか酒は持ち込みで。お話で伺ったんですけど、はい、なんかホルモン鍋を、まあ、これから出すかもしれないっていう話、まあ、復活させようと思うんですけど、ガスコンロにすぐかけて家ですぐ料理できるような体制で、お野菜も全部入れてタレ付きで販売を復活させようかなと思って。あ、過去に何度かやっとったんですけどやめてまた始めようかな。価格帯って大体どれぐらい？1000円超えることはまずない。あ、そういう感じなんですね。大体イメージが。まだ計算はしないけど、多分1000円は超えない。ああ、1000円以内でっていうのが持ち帰りには。あ、ルール、あの決まりみたいな。自分の中で。ああ、なるほど。お弁当も1000円超えないような。ああ、じゃあまあ、はい、その時期っていうのはまあ、ちょまあなんていうんですかね、まあ行ってみてあるか何かみたいな。まあ常時用意はそうかなと。あ、これからですね。12月入ってすぐ。そうそう。ああ。昨日買ったのがこれですね。これが。これはリブロースですね。でステーキで。ステーキとかしゃぶしゃぶとかでいけますね。これが昨日購入したやつです。結構な値段しますね。もしあの。あ、結構な値段。それだけこだわってるっていう。ありがとう。で、これが昨日買ったばかりの木ですね。これが木です。昨日もうお嫁に出たんで、だいぶなくなったんで。もう違うところにも下ろしたりは。もちろん。あ、こっちの一番に行きます。ハラミです。これが一番好きです。あ、そうなんですか。何円分いきましょう。なんかちょっとお手頃な感じで、これで1000円分の弁当になります。あ、はい、
基本であの朝とか夜とかご飯ってのはやっぱここで自分で作ってみたいな感じなんですか。あ、食べないですね。あ、食べないですか。自分の作ったもんあんまり食べない。あ、食べない。もうお酒みたいな。もうアルコール。仕事終わりのアルコールが一番いい。あ、お酒はどんなの飲まれたりするんですか。なんでもいいですかね、まあの美味しかったらみたいな。アルコール入ってるとなんで結構止められてるんで。ああ、そうですね、ほどほどにみたいな。なんかあの特別なタレだったりするんですか。あ、自家製ですね。あ、自家製。自家製です。はい。ずっと。引き出しはなし。昨日持ち帰りでライブ終わっちゃった。ああ、そうなんですね。もともとなんかどこかで修行みたいなの。修行しましたね。あ、はい、岡山県内。岡山県内で修行させていただいて、弟子もしました。もうそこから、まあ、そこから独立していく。もう20、はい、22年、2年、22年、もう長いですね。やっと初めうん、あ、美味しいですね。よかった。これも牛すじ煮込みですよね。はい。うーん、牛すじ煮込みは自分のところしっかり染み込んで美味しいです。